チビダンとは大日本帝国陸軍が開発した化学兵器である。これは不評が傾向し投擲するガラス球であり、内部に生産と同粉末を充填した。チビダンは1939年に起きたノモンハン事件の赤軍の BT 戦車から得られた戦訓から開発されている。チビダンは主として戦車、特化点、円外付きの重砲の円体の内部にいる兵員を 殲滅するためのものである。砲塔や銃眼に対して投敵するが、接近が難しい場合には、投敵機を用いて、チビ弾を数個ほど集中射撃する。一般部隊が使用するほか、低身部隊、奇襲部隊がこの弾薬を用いて、戦闘を有利に進めるための兵器だった。一般的な火器が、重戦車や特化点に対して無力であっても、チビ弾は一撃で殲滅を期待できる。 夜間停止機襲では恩つかつ素早く目的を達成できるが対象は人員の殺傷に限られ戦車の破壊は別に対策を講じる必要があった戦時中の各種資料ではチビ、チビの金が当てられているチビ弾は手で掴んで投擲するもので投擲距,距離は約10メートルである投擲機で発射する時は投擲距,距離100メートル以内を狙った 戦車に対しては、砲塔付近に1個命中すれば、内部の人員を殲滅することができる。確実に殺傷するには2個から3個の命中が必要だった。特化点に対しては、銃眼から1個を投げ入れることで内部の人員を殲滅できる。ガスマスク着用の兵員に対しては効力を期待することは難しい。チビダンは硬い物質に命中させなければ破裂しない。 投擲する兵員はガスマスクを必要としない。屋外など曝露環境にある兵員に対しては多くの場合に効果がない。重量は外装付きで1 5キログラムである。陸軍ただの海製造所の生産工場、茶1号工室開発は陸軍技術研究所の科学班による。構造は直径1 0トルのガラス球に生産と同粉末を詰めたものである。生産は 教授変化により分解する性質があるが、陸軍技術研究所では、硫酸銅のイオンによって生産の分解を防止した。戦車に投敵すれば容器が割れ、エンジン吸気によって、機関室から外気と共に生産を吸い込む。呼吸を止める作用が働いて、戦車内部の兵員が死亡する。1942年4月21日、保護管の材質を 合犯性に変更し代用することが提案された。5月23日付の書類で可能と決定された。1941年4月の多田の海製造所の報告書類中には、キー団、赤弾ほか、化学兵器の生産のほか、チビ弾に関して8万7000個生産の報告がある。1942年、第15軍のビルマの作戦記録では、チビ弾の社交が報告されている。 第15軍は1942年3月11日から6月10日にかけて中北部ビルマ作戦に従事した。第18、33、55、56師団が総計216両の戦車撃破報告を挙げている。使用した弾薬の一覧表に中北部ビルマ作戦でのチビ弾11発射口の記録がある。 第18師団霊下の市長隊の事故例が挙げられる。1942年4月21日、大氷の市長隊は、ビルマの夜行出発市民さんに向かった。輸送途上、貸しにて昇級市中に、チビガンの線を抜いた一等兵が卒頭、貸し状態となった。極力看護に努め、この一等兵は23日に、第18師団第三野戦病院へ入院した。これは、 屋外の兵員には効果を期待できないという説明と合致する。ありがとうございます。